シャギーはジャマイカ系アメリカ人のレゲエ DJ、シンガーである。シャギーは家族と共にジャマイカからアメリカへ移り、ニューヨークブルックリン地区のフラットブッシュで暮らした。1988年にシャギーはアメリカ海軍へ入隊し、湾岸戦争に参加している間に独特の抑揚とリズム感のある歌い方を完成させた。また、この頃の体験が代表曲、 ブーンバスティックの元となっている。1993年、シングル、オーキャロライナ、でデビュー。ビルボードシングルチャート59位、前衛シングルチャート1位を記録した。1995年には、ブーンバスティックがさらなるヒットとなって、ビルボードシングルチャート3位を記録し、アルバム、ブームバスティックは、第38回グラミー賞の最優秀レゲアルバム賞を受賞した。 1996年に日本のアーティストチャンゲアスカの楽曲を世界中の一流アーティストがカバーするトリビュートアルバム One イ o ザ・ソ the Songs of c h a g e and a k a にマキシプリストとのコラボで参加。2000年に発表したシングル It Asn't Me、翌年のシングルン n g e l よび両曲を収録したアルバム Hot Shot はビルボード全英を含む 世界中のチャートで1位となる大ヒットを記録。しかし、2002年のアルバム、ラッキーデー、2005年のアルバム、クロージズドロップが期待されたほどヒットせず、その期間は、ヨーロッパで多く、エアプレイされた、ヘイセクシーレイディが、ほぼ唯一のヒットとなった。2007年、ジャマイカで行われた国際クリケット評議会、クリケットワールドカップで、開会式にて、ルピーや、 フェアンライオンズと共に公式ソング、ゲームオブラブユニティを披露した。2008年1月、シャニーはアントウェルペンでベルギー人の歌手、ナタリアやアンボーグとコンサートを行った。同年にスイスとオーストリアで行われたサッカーの大会 UEFA 欧州選手権2008のマスコットの公式ソング、フィールザ・ラッシュを発表した。同じ年の12月、アルバム イントキシケーション陶水は第51回グラミー賞の最優秀レゲエアルバム賞にノミネートされた。2008年8月8日にタンザニアのダルエスサラームでコンサートを行った。2009年に南アフリカで開催されたインディアンプレミアリーグでシャギーは閉会式に演奏した。同年インドのバンガロールで開催されたチャンピオンリーグ2020では 開会式に演奏した。2010年には日本の歌手劣化と楽曲ターゲットを録音した。この曲は劣化のアルバムパワーバタフライに収録されている。ありがとうございます。